はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第24弾月編をやっていきます。まあ1月から12月までの特集ですね。で、前回の曜日シリーズと同様で、ここはもう1月から12月というのが分かってるので、各方だけの状態でやっていきます。なので、この状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。よし、じゃあ早速ね、行きましょう。で、まあ、ひとまず普通に書いていくんですが、今まで、まあ、いろんなこのね、まあ、教えてきた中で、やっぱ1月、2月、ここと9、10、11、12、ここはちょっと鬼門に、まあ難しいとこになります。よく間違えるとこですね。で、まず1月が、まずね、これ覚えちゃうといい。じゃんね。J-A-N。に、U-A-R-Y がくっつくんです。これと線引いておきます。これで January と言います。January。で、次が、2月が、F-E-B。あ、そう、月。1月から12月も曜日と一緒で、最初大文字になります。書くときにね。で、これの忘れやすいのがこの R です。これすっごい忘れ子が出てくる。で、これに上と同じ UARY がくっついて February と言います。February。なんで、ここまず UARY、この2個だけなんですけど、ここは共通になるので、それを知っとくだけでもちょっと覚える部分が減るからね。で、これのここの R ね、気をつけてください。すごい忘れやすいです。で、次からね、ちょっと簡単なのが続きます。3月が、これで、マーチです。マーチ。で、4月はね、まあ、書き方はね、関係なくなっちゃいますけど、音は覚えやすい。エイプリルと言います。エイプリル。これ、4月1日のこと、エイプリルフールって言うじゃないですか。嘘をついてもいい日って言われてるやつ。あれのエイプリルです。4月ね。エイプリル。で、5月も、ですね、まあ、ジブリを興味ない方、全然、ほんと申し訳ないんですけど、自分ジブリ作品すごい好きで、隣のトトロってありますよね。あれ、メイとサツキって姉妹が出てくるじゃないですか。で、あれ、両方とも5月に関わる名前なんですよ。メイ。これがメイなんですけど。で、サツキは5月のね、まあ、高校で習う言い方になるんですけど。なので、もしそれでピンとくる方は、ぜひそれで覚えてください。メイです。で、メイはね、すごく3文字、まあ、ね、3つなんで短くて覚えやすいんですが、油断するとですね、こう間違える子が出てきます。まあ、メイっていう、メっていう音から始まるんで、ME に行きたくなるんですけど、書き方としては、マイになります。まあね、最初。これ気をつけてください。で、6月が、ジューンです。ジューン。で、7月が、ちょっとこれ似てるんですけど、これで、ジュライと言います。ジュライ。ジューンとジュライです。で、8月が先書いちゃおうか。これね、音がちょっと変わってるんですけど、こう書きます。で、最初 AU から始まるんで、あうって発音したくなるんですが、これ、おうって発音します。そして、オーガストと言います。オーガスト。いいかな？まずちょっとここまで一回復習しましょうか。January, February, March, April, May, June, July, August っていう感じ。で、こっからです。この9、10、11、12が、音を覚えられるんですけど、順番で困るっていう、ちょっと迷路に迷い込む子が出てきます、こっから。で、書いていくんですが、まず、最初が、長いです、こっから。これで、September と言います。September。で、ここですね。こっから、9、10、11、12、全部に、BER。バーで、それは固定です。全部つきます。BER が。で、余裕があれば、ここまでもね、自分は線引いちゃうんですけど、MBER。実は、10月だけ M がつかないんですけど、11月も12月も MBER、バーっていうところだね。が全部つきます。まあ、どっち固定で覚えても構わないんですが、この辺覚えておくと、じゃあその前だけ覚えようかなっていう風にも切り替えられるので、まあ、もしよかったら。で、次が、これで、オクトーバーと言います。オクトーバー。だから、ここ BER がついてるね。ただ、M はありません。10月に関しては。で、次、11月が、これで、ノーベンバーと言います。
ここは M がくっついて MBR が入ってくると November です。で、最後が12月がこれで December と言います。 December。最後ね、オクトーバーも M 入ってればね、そこまで固定っていうこともできるんですけど、で、前回ね、申し訳ない、ちょっと歌をね、歌ってしまいましたが、ここはないです。自分はちょっと知らないんですけど、月の歌は。で、さっきも言ったように、まず、ジャニュアリーとフェブラリー。ここは書き間違えるパターンがよく出てきます。で、やっぱり一番ミスしやすいのが、ここの順番を忘れてしまうっていうところなのね。で、結構、セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバー、それ自体は覚えてくれるの、結構。あ、それあるよねって。ただ、順番が、あれ？ノーベンバー、オクトーバー、ディセンバー、セプテンバーだっけなとかっていろいろわかんなくなってくると。で、その覚え方なんですけど、自分二通りでよく言っていて、ここ頭文字ね。SOND なんですよ。で、ここがもし G だったら、ソングになるのね。G だったらって言い方もおかしいけど。だから、最後がソングって順番だよってよく覚えさせてて、で、ソングで SON は、あ、S だからセプテンバー、O だからオクトーバー、N だからノーベンバー。で、G は違ったんだけど、残り物ディセンバーっていうことができるので、ソングって言ってもいいし、もう一個。ここも入れて、A と最後 DE まで入れるんです。そうすると上から、遊んでになるんです、これ。遊んでっていう書き方になる。って覚えさ、まあこれ好きな方で覚えさせてたんですけど、生徒には。だからもし最後の方の順番、ちょっと不安な方は、遊んでとか、ソング、まあ、ソンドって覚えてもいいんですけど、まあ、ソングの方がピンときやすいので、ソングなんだけど G 最後ちゃうやん、みたいなね。もしね、使えそうだったら、ぜひそれ使って覚えてみてください。では、今回は、きっかけ英単語第24弾の月編をお送りしました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回からは、ね、通常回にまた戻りますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。